やばい、待て、銃持ちだ、銃持ちはまずい、やばいやばい、痛い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 、殺される、うお、絶対逃げる、やばい、近くにもう一人いるな、あ、動物か、動物だ、よかった、ここまで来れば、ちょ隠れよっか、いる、近い、近いな、怖っ、やつはセミオートライフル、はっ、はっ、なんだ、何の銃、何の銃それ、豚を殺したっていうこと、一旦ここまで行って回復して反撃の機会を伺おう、ちょセミオートライフル持ちは、さすがに弓で対抗するにはきついか？夜になるね。わからない。多分もういない。離れたね。くっそー。あれ、朝来ると思ったらそんなことない。鳥が鳴いてるから、もうちょいで来ると思うんだけどな。すごいな。花火みたい。近くの川で、花火大会やってますよぐらい打ち合ってるわ。あ、明るくなってきた。さ、早く照らしてくれ、周りを。ちょ、やばい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 。さすがにやばいっしょ。ここどこっていうか。知らん間にこんなとこまで来てたな。やばないか？誰もいないのかな？あー、アイテムも湧いてねえや。一晩待ってもアイテムはわかんのですな。切ないね。収穫なしだけど帰ろうか？あらららららら、もう、すごいの。打ち合いが。激しいのなんの。あ、やった！ある！オッケー！しかも、あれじゃん、防護服だ。防護服はね、ロケット発射エリアの中に入れるんで、これはありがたい。ぜひ持ち帰りたいところ。収穫はなくはなかった。これだけか。これしかねえか。ああ、まあまあまあ、十分でしょう。十分十分。戻ろうか。近くでなんかやり合ってるしね。ただいまー。いやー、持ち帰ってこれたね、防護スーツ。オッケー。これがあればね、この、ロケット発射エリアっていうのがあるんだけども、一番ね、いいアイテムが落ちてる場所があるんだけど、そこに入れるようになりました。まあね、行けるかどうかは別なんだけど、ちょっとね、挑戦はしたいかなとは思ってます。今回空港行って収穫がこれしかなかったんで、まあスクラップを集めに行ったのにこれしか集まんなかったのはすごい不甲斐ないんだけども、まあしょうがない。アイテムが湧いてなかったからね、どうしても。集められないものはしょうがないんですよ。というわけで、さっきね、道中に気球を見っけたんで、ちょっと低質燃料持って行ってみようかな。最後気球乗りたいな。最後気球乗って終わりたい。それまで置いてあるといいけどね。このアイテム全部預けて、低質燃料を30個ぐらい。いや、50個ぐらい持っていくか。50個ぐらい持って、
行ってみようかなと思います。まあ、さすがに、まあ、殺されるのは間違いないんだけども、気球までたどり着けるかどうかがまず問題だね。ここに箱置きたいけど、置けるかな？よし。オッケーオッケー。なんか、拠点の形すごい歪だけども。どうかお許しください。ってことで、提出燃料50個抱えて、気球の元へ、行きましょう。覚えてるかな？場所。あんまわかんねえんだよな。正直、すごい曖昧なんだけど、そこまで走っていきます。見つかるまでカット。この辺な気がするぞ。あ、間違いない。この辺だ。あったー！あったー！ 50 個持ってます。ちょっと、待って。これなんかアイテム入ってる？入ってない。あ、なんかありそう。あー、水入ってる！やった！せっかくだったら着よう。よし。わー、緑のキーカードもいっぱい入ってる。イェーイ！もらっとけよ。絶対死ぬけどね、今から。今から 100% 死ぬけど。やったー！気球だ！乗るぞ！よし。で、どうすんだ？上かな？ここに、燃料を入れて、スイッチを押す。バーン。おー！来たー！やったー！行くぞー！飛べ飛べー！飛ぶよね？あれ？飛ばない？あれ？なんで？あ、来たー！飛んだー！よっしゃー！いけいけー！うわー、燃料減の早いな。50個でどんだけいけんだろう。楽しもう。気球飲んの初めてだ。あ、なんか上にもアイテムあんじゃん、あそこ。まあ、取れない気だね、多分。大きい拠点もあるし、施設も見える。いい眺めだね。でもこれはきっと途中で燃料がなくなって落ちるんだな。今もう残りの燃料が20しかないよ。おー！綺麗な拠点持ってますね。まあ、ここら辺に拠点建てる人たちは、きっと自信があるんだろうな。ということで3日目、大量の物資、そして、思いもよらぬ出会い、セミオートライフルとの出会い。4日目には何が待ってるんでしょうか。目標としては、セミオートライフルのレシピを覚えて、弾のレシピも覚えて、銃を持って、アイテム集めに行きたいかなと、思います。なんか地味に落ちちゃったね。はい、ということで、燃料もなくなったのでお家に帰りましょう。いいね、ノリノリ。はい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 。ついてこ。楽しそう。でもなんかちょっと音割れしてない？これ何の曲なんだろう。てか YouTube 的にこれ大丈夫流してて。なんか著作権的な問題で怒られたりしないかな。いいね、ノリノリだね。こういうのもあるって考えると、やっぱり過密サーバーっていいよな。殴り合いも発生しない、優しい世界だ。というわけで、皆さん、今ラストにログインしたところ、一問なしの状態で野原の真ん中に立たされていました。で、なんでかなって調べてみたら、サーバーのワイプが入っておりまして、
今まで集めた物資、そして拠点が、リセットされてしまいました。こういうさ、おっきい家に、住ましてくんねえかな。これちょっと、あげてみよっかな。トウモロコシ。あ、やった、水くれた。あ、取れない。ごめん。ちょっともう一回もう一回、水ちょうだい。おーい。水くれ。痛い。何？何も抵抗しないよ。なんか今取引しようとしてんの。はい。いて、なんで？もう取引しようとしてるじゃん。今集めたトウモロコシで水くれたのに、あの人。優しい人なのにな。邪魔が入ったよ。ちょっと、このシリーズ一旦終わって普通に、もうちょい人の少ないサーバーに行って、安定した生活を送ってみる動画も作ってみるのもいいかもしれない。と、私、思いました。やっぱり、こういうね、人が多いサーバーだと、この安定した生活は絶対送れないわけなんですよ。人がいっぱいいるから。アイテムもろくに集められないし、拠点を破壊しに行くことすらできない。まあ、僕が、10人グループとか、5人グループとかだったら、まだ、なんかできると思うけども、いかんせんソロなもんで、そういうことができるサーバーでは決してない。重い。ので、まあ、とりあえずね、この、ラストの動画、一旦シリーズ終わって新しいシリーズとして再開していこうかなと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。誰かいてもいいはずなんだが。あ、やばい、いる、やつか。追ってきてる。うわ、AK だ、マジか。なになに、くそー一回当てたんだけどな。さすがに AK には勝てねえ。あー、ということで。最後は、あっけなかったな。弓持ちな気がしたんだけどね。普通に AK 持ってた。多分、ラストで一番強い武器。だから、今度はね、今度のシーズンは、ちょっと、もう少し人の少ないサーバーに行って、僕も AK 持てるぐらい、頑張りたいかなと思っています。まあ、もしかしたら生配信になるかもしれないんですけども、その辺はどうかよろしくお願いいたします。というわけで、ラスト、超過密サーバーで1週間息抜き計画、志半ばではありますが、4日目にして終わりたいと思います。また次回のシーズンでも、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。チョコでした。さようなら。バイバーイ。